ハレルヤアメン。こんばんは。ハレルヤアメン。お元気でしょうか。寒いですね。寒い。まあ寒いのは当たり前なんですけども、でも皆さんね、昨日かな。あの札幌、昨日か一昨日札幌で、あの初雪が例年より17日遅れたという話を聞きました。17日っていうとですね、2週間以上ですよね。例年よりも2週間、初雪が遅れたということは、まあその温暖化と言ってもいいかもしれませんね。でもその温暖化ということのさらに深い霊的な背景の中で、私はですね、あ、今日は北海道大雪、ああ、今日は大雪ということですけども、2週間以上初雪が遅れたということは、やっぱり何か、その、リバイバルを感じますね。皆さん、日本はリバイバルが近いんです。リバイバルが近いということは、だんだん暖かくなってくるという。そういうわけで皆さん、この温暖化というのは、そのいろいろ問題も起きますけど、もう一つはリバイバルが近いということですね。神の国が近い、リバイバルが近い。ヒカルさんこんばんは。そういう意味で皆さん、私たちは信仰的に物事を見て、希望的に見てね。リバイバルが近い、神の国が近い、イエス様の再臨が近いということで、喜ぼうではないでしょうか。ね。この、多くの人は、だんだん失望していきますけど、私たちは、ますます喜んで、ますます期待して、ますます、この、熱くなりましょう。アメン。そういうわけで、この物事、ね、気象も含めて、世界のニュースも含めて、すべてのことが神様の御手の中にある。神様が今働かれている。神様生きて働かれているということを信じましょう。悪いことももちろんあります。悪いことも起きますが、しかしその背景に、ね、神様の働きがあります。ですから、ぜひ皆さん、神様が日本を愛していて、日本を変えようとしていること、そして、事実変わってきている。いろんな形で、ね、変わってきているということで、喜ぼうではないでしょうか。私たちイエス・キリストを信じる者にとっては、日ごとに良くなっているんです。日ごとに良くなっているんです。イエス・キリストを信じなければ日ごとに悪くなっていきますが、イエス・キリストを信じる私たちにとっては日ごとに全てが良くなっていきます。信じますか？信じますか？ね、私たちは日ごとに良くなっているんです。良くなっているんですね。信じるんです。御言葉にですね、日々慈しみと慈しみと恵みが追ってくると書いてあります。信じます。アメン。アメン。信じます。慈しみと恵みが日々追ってくると、あれは詩編23編かな。に書いてあります。慈しみと恵みが追ってくるんです。イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって信仰を持つ者は、慈しみと恵みが追ってくるんです。何事も栄えるとも書いてあります。川岸に、植えられた木のように葉が茂り実がなるとも書いてあります。イエス・キリストを信じる者は油注ぎを受けて、力をもらって元気をもらって、強くなって全てがうまくいく、ね、
神の力を受けて、すべてがうまくいくということですね。ヒカルさん、明日歯医者に行きます。覚悟してますが、怖いです。助けてください。大丈夫です、ヒカルさん。イエス様がついていると思ってください。マダムさん、マダムゴマさん、こんばんは。マダムゴマさん、こんばんは。皆さん、そういうわけで、私たちは、真理を学んでいます。真理を学んで、その真理を学びながら、さらに深い真理を学び、真理を学びながら、さらにですね、この明確に真理を悟っていくんです。真理は、真理が私たちを自由にすると書いてあります。私たちが真理を知ることによって、強く生きることができます。皆さん、一緒にさらに真理を、求めていこうではないでしょうか。真理を確認しようではないでしょうか。真理を学ぼうではないでしょうか。真理のうちを歩もうではないでしょうか。皆さん、これから、カオスの時代が来ます。混乱の時代が来ます。試練の時代が来ます。その中で私たちが強くなければ生き残ることができません。その生き残るためにも、これからのカオスの時代を生き残るためにも、信仰的に訓練し、成熟して、真理をしっかり、この、悟る必要があります。ね。皆さんは、多かれ少なかれ真理を学んできました。しかし、さらに、皆さんが毎晩来てくださってるということは素晴らしいことです。毎晩来てるということはですね、ものすごいことです。普通のクリスチャンも、日曜日にメッセージを週に1回聞くぐらいなものですけど、皆さんは1週間に7回もメッセージ聞いてるじゃないですか。他に見る放送がない。他に見る放送がないことを喜びましょう。他に見る放送がないから、ここに来れて、ね。そして、この放送を見ることができるじゃないですか。そして、一週間に7回もですね、メッセージを聞けることができるじゃないですか。皆さん喜びましょう。喜びましょう。ね。私たちは喜び組であり、勝ち組であり、ね。世の中の最先端を言っています。世の中の最先端を言っています。ね。私たち、皆さんはもう本当に最高のね、時間の過ごし方です。最高の時間の過ごし方ですね。神の言葉を学んでる。神の言葉を聞いているという、ね。ガンツさん、ありがとうございます。ガンツさんが、広告を出してくれましたね。そういうわけで、皆さん、皆さんは最高の時間の過ごし方です。毎晩御言葉を聞く、毎晩御言葉を学ぶ、毎晩、御言葉に接することができる、素晴らしいですね、生き方をしているんですよ。最高の生き方をしているんです。イエス様が言われました。大事なことはわずかです。ただ一つです。大事なことはわずかです。ただ一つです。それをマリアから取り上げてはいけませんと言いました。つまり皆さんは大事な一つのことをしているんです。大事で、大事な、一番大事な一つのことをしているんです。それは、御言葉を聞くことです。御言葉を聞くことです。アメン。アメン。野球ですか？もう野球も全然見てないですね。イエス様を信じるきっかけですか？目の前に宣教師が引っ越してきました。今から35年ぐらい前に目の前に宣教師が引っ越してきて、それでですね、教会に行くようになったんですね。はい。それではですね、今日の、ヒカルさん、できるだけここに来ます。アメン。ジェイさん、こんばんは。
できるだけここに来ます。そうです。求めるんです。イエスキリストを求め、イエスキリストの言葉を求め、油注ぎを求め、真理を求め、力を求めるんです。神の力を求めるんです。神の力を求めるんです。ね。皆さん、多くの人は、肉的なこと、欲望的なことを求めますが、私たちは、そうではない。肉を求めない。欲望を求めない。もっと優れたもの。もっと良いもの。もっと大事なもの。それは霊的なことです。神の力を求め、油注ぎを求め、御言葉を求め、真理を求める。アメン。そのことに、焦点を絞るんです。焦点を絞るんです。何が必要なのか。私たちにとって何が必要なのか。ね。多くの人はわからないんです。本当に必要なものが何かがわからないんです。皆さんは、お金ないんですか？それも信じていいんですか？いいんですよ。お金が必要なんじゃないんです。お金が必要なんじゃなくて、お金をくださる神様の、力が必要なんです。お金をくださる神様のとの関係が必要なんですね。何が必要か、もうだん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 分かってきたと思います。そして信仰でその大事なものを皆さんは、求めることができるんです。ね。ぜひ皆さん、はっきりとだんだん分かっていきましょう。私たちにとって今何が大事なのか、何が必要なのか、どうするべきなのか、どう考えるべきなのか、もっと焦点をはっきりして、ピントをはっきりして、私たちの日々の生活の中で、さらにですね、成熟して、さらに、その理解を深めて、そして、成長しましょう。成長しましょう。ね。成長するんです。霊的に成長するんです。パウロも言いました。霊的成長を、ね、求めなさい。霊的に成長する。もう私たちは肉体的にはもう成長しないかもしれませんが、霊的に成長するんです。霊的に成長するんですね。霊的成長がとても大事なんです。私も、60ですが、もっともっと成長したいのです。もっともっと、成長したいのです。ね。皆さんも成長してるかもしれないけど、私もですね、霊的成長したいのです。世の中は、国のね、経済成長かなんかを求めてるかもしれません。TPP なんかも、その国の経済成長を求めてるかもしれませんが、私たちは霊的成長ですね。霊的成長率を高めましょう。霊的成長率を高めるんですね。霊的に成長したいですね。霊的に成長したい。アメン。アメン。じゃあ、早速ですね、今日のテーマ行きましょうかね。今日のテーマ。今日のテーマはですね、永久保証生命保険に入りませんか？それも無料で契約できます。永久保証生命保険に入りませんか？それで、それも無料で契約できます。実はね、私ね、保険嫌いなんですよ。保険嫌い。生命保険も嫌いだし、もう保険嫌いですね。なぜ保険嫌いかというとですね、やっぱりその、なんかお金に頼るような感じがしますよね。まあ、もちろん車を運転してるときは自動車保険をかけたし、まあ、必要なものはかけますけども、生命保険って、まあ、家族のためと言いますけども、なんかちょっとね、なんかこう、お金に頼るような、そういうニュアンスがあって、一時保険金殺人とかね、流行りましたよね、保険金殺人。だから何かね、こう保険っていうものを、乱用悪用されて、犯罪に、悪用されやすいような感じがしますね。で、今日の永久保証、生命保険というのは何かと言いますとですね、これは
普通の生命保険は、まあ、お金が戻るわけですね。お金が、まあ、死ぬとお金をもらえるという、死ぬとお金をもらえるというものですが、この永久保証生命保険っていうのは、永久に死なないという、すごいですね。永久に死なないという保険ですよ。お金じゃないんですよ。お金じゃない。永久に死なないという、そういう保険です。すごいですね。すごいですね。永久に死なない。そういう保険ですね。もちろんですね、これ肉体は死にますね。肉体はね。まあ、肉体も死なない時もあるんですけど、まあ、基本的には肉体は死ぬけど、その自分の命が死なないということなんですが、そういうことをちょっとね、見言葉貼りますけど、その前にですね、皆さん、例えばですね、自動車保険にかけてないとですね、自動車保険を、まあ、かけてないとちょっと車運転するの怖いですよね。この車保険入ってないのね、事故来たらどうするのという感じでね、無保険者って言いましょうか。保険の入ってない車怖くて運転できませんね。それから、まあ、海外に旅行に行くときに、まあ、海外保険って言いましょうか。海外で病気になったり怪我したときに、お金が下りる保険ありますよね。で、そういう海外保険入ってないとやっぱりちょっと、ちょっと怖い感じがしますが、つまり保険というのはですね、何かあった時の保証になるわけですけども、生命保険は死んだらお金が入るということですが、私たちはですね、やっぱり何かこう将来をですね、保証されないと安心しない、ね、将来どうなるかわからないじゃないですかね、不安でしょうがない、ね、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、そういうそのいろいろ将来が不安で安心できません。多くの人がですね、将来を不安に思っています。それは将来を保証されてないからですね。輪廻転生、輪廻転生はありません、ありません。多くの人が不安なのは将来が保証されてないからです。将来が保証されてないから不安なんです。で、将来保証されたら皆さんどうですか？将来保証されたらなんか人生楽しいですよね。なんかすごくこう安心しませんか？多くの人は将来が保証されてません。ね。人生を楽しくするためには将来が保証されなければいけません。将来が保証されて初めて人生は楽しくなるんです。この将来の保証の一つが、将来の保証の一つが、この、永久保証生命保険ですね。この永久生命保険とは、まあ、もちろん皆さん分かってますよね。ちょっと御言葉を読んで説明したいと思います。はい。それでは御言葉一番。御言葉一番。ヨハネの十章かな。ヨハネ10章の28。その弾幕で読めない方はこのコメントっていうそのひよこちゃんのところをですね、ボタンを押せば映りませんのでね、弾幕映りません。あのひよこのマークをこのボリュームの右側にあるひよこマークを押してくださいね。はい。それでは28ですね。10-28。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去ることはありません。アメン、アメン。永遠の命を与えます。決して滅びることがない、決して滅びることがない。すごいですね。それは誰かというと、27に書いてあるように、私についてきますというね、イエス様についていくもの、
イエス様の声を聞き分けて、イエス様についていく者は、永遠の命を受けて決して滅びることがないと書いてあります。すごいですね。すごいですね。はい。これがですね、永久保障、生命保険ですね。つまり、イエス様から永遠の命をもらうことです。イエス様から永遠の命をもらって滅びることがない。これが永久保障、生命保険ですね。すごい、すごいですね。そしてちょっと J さんからコメントが来ましたね。J さんからね。Qちゃんこんばんは。サタンは常に私たちの心にある 不安につけ込んできます。急に病気になったとか、なったらとか、あるいは老後の生活に対する不安につけ込んできます。大半の人は将来に不安を感じるのです。しかしその不安を払拭してくださるお方が、我々の主、イエス・キリスト なのです。イエス様にこそ、イエス様こそ、キューちゃんのおっしゃる永久保障生命保険なのです。イエス様という保険を手にすれば、何も心配いりません。アメン。アメン。イエス様こそ、イエス様こそ永久保障生命保険なのです。イエス様こそ、ね、将来を保証してくれる方なんです。私たちの永遠を保証してくれるんです。永遠ですよ、皆さん。永遠。永遠を保証してくれる方。ね、すごいですよね。で、私たちクリスチャンはそれを信じます。信じるんです。そしてその、信じるときにその保証をもらいます。その保証が聖霊様です。聖霊様は、その契約の、契約書ですね。保証書です。聖霊様は、永久保証、生命保険の契約書、保証書です。ね。その保証書を持ってれば、OK ということです。その保証書を持ってれば、OK です。ね。本当に将来を保証されるんです。永遠を保証されるんです。ね。永遠を保証されるのですね。マダムゴマさんもコメントが来てます。マダムゴマさん。画家は素晴らしく、官能的で驚きました。神に恋する賛歌です。人ではなく、イエス様の恋の歌。皆さん、イエス様に恋をしましょう。イエス様は最高の恋人です。アメン。イエス様は最高の恋人です。イエス様は最高の恋人です。素晴らしい。アメン。皆さん、将来を保証されたら楽しくなるんです。将来が不安で心配だったら楽しくなりません。どうしよう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 ね。楽しくないんです。もう大丈夫。もう保証されている。もう大船に乗った気持ちにいられる。イエス様が保証してくれる。もう保険に入っている。ね。なんかちょっとないかな。もう何かですね。なんか紙ないかな、紙。なんでもいいんですけど。ね。まあ、こうやって、契約証書がある。保険証書がある。ね。保険証書があるからもう大丈夫。契約証書があるからもう大丈夫。ね。将来が保証されている。将来が保証されている。もう大丈夫なんだ。もう大丈夫なんだ。もう保証されているんだ。もう心配することがない。もう恐れることがない。もう大丈夫なんだ。もう将来永遠に保証されているんだ。永遠に保証されているんだ。ね。契約をしていれば、契約をキャンセルしない限りは、契約をキャンセルしない限りは、永遠に大丈夫だ。皆さん、人生楽しくなります。楽しくなります。もう保証されてるんですから。契約をキャンセルしない限りは、契約をキャンセルしない限りは、もう心配いらないんです。もう恐れることもいらないんです。もう悩むこともないんです。争うことも必要ありません。ね。もう大船に乗った気持ち、ね。大船に乗った気持ちでいるんですね。ノアの箱舟ですね。ノアの箱舟に乗った気持ち。ノアの箱舟に乗ればもう大丈夫。大洪水が来ようと。ね。
もうどんな津波でもノアの箱舟に乗ってればもう大丈夫という、そういう感じですね。皆さん、そういう人生を送りませんか？もう余裕の人生ね、本当の余裕ですね。本当の余裕、本当の余裕の人生を、送りましょう。もう皆さん、兄弟姉妹、イエス・キリストを信じる兄弟姉妹は、そのように考えてください。もう大丈夫なんだ、もう大丈夫なんだ、もう心配いらない、全然心配いらない、もう保証されてるんだ、保証されてるんだね、神様に保証されてるんだ、イエス様に保証されてるんだ。もう皆さん、その生命保険会社とかですね、損害保険会社よりももっともっと確かな、もっともっと確かなお方ね、生命保険会社は裏切るでしょう、政府は裏切るでしょう、どんなシステムも欠陥だらけでしょう、年金のシステムももう破綻しそうだし、健康保険システムも破綻しそうだし、もう貯金だっていつどうなるかわからない。もう世の中で信じられるものは何もありません。世の中で信じられるものは何もありません。本当に確かなもの、それは神様が保証してくれる永久保証生命保険。これほど確かなものはありません。これほど確かなものはありません。これだけが確か。これだけが確かなものです。アメン。ですから、一番安心できるもの、一番確かなね、その契約をすることが人生の秘訣です。人生の秘訣は一番確かなものを、確かな契約をすることです。一番確かな契約をすることですね。じゃあ、そのイエス様の御言葉を別な箇所を見てみましょうね。別な箇所。これは同じヨハネの 10章の23から読みましょうかね。これはマルタ・マリアの兄弟のラザロが、よみがえるところの箇所なんですが、マルタはイエスに言った、私は終わりの、日のよみがえりの時に、彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った、はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。イエス様が言いました、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、私を信じる者は死んでも生きるのです。アメン、アメン。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、決して死ぬことがありません、決して死ぬことがありません。このことを信じますか？このことを信じますか？はい、イエス様、信じます、信じます、信じます。イエスキリストを信じる者が決して死ぬことがないことを信じます、信じます、信じます。アメン、ハレルヤ。素晴らしいですね皆さん、アメン。これが永久保証生命保険ですね。信仰によって契約できるんです。信じることによって契約をする、イエスキリストを信じること、イエスキリストを信じることによって契約が成立します。信じなければ契約できません、信じなければ契約できません。イエスキリストを信じることによって契約できるんです。信じることによって契約できるんです。アメン。そして皆さん、礼拝の時見るでしょ、生産式見るでしょ、ローズサパーと言うんですが、主の晩餐と言います、主の生産と言うんですが、そういう、主の晩餐のがですね、
契約なんですね。契約、契約の儀式です。契約の儀式なんですね。J さん、誰しも人間は弱いので将来に心配を抱くのは仕方ないことです。しかしその心配を取り除いてくださり、天に召されるその日まで希望に満ち溢れた人生プランをくださるのがイエス様なのです。信じましょう、受け入れましょう、祈りましょう。イエス様を信じる者には何の不安も心配もいらないのです。必ずイエス様が救ってくださいます。アメン、アメン。で、信仰というのはですね、油注ぎによって、確信が得られるんですね。ですからその永遠の命というのは見えないものですよね。約束ですよね。天国行ったこともないし、永遠の命を見たこともない。ですからこれは約束です。しかし油注ぎによってその目に見えない約束を信じることができるんですね。目に見えない約束を信じて、ああ確かにね、本当だ、イエス様の言われることが本当だということが聖霊様によってですね、この確信が得られるんですね。信仰というのはですね、確信なんですね。信仰というのはですね、不安とか恐れじゃないんです。信仰というのは目に見てないけども信じきれるんです。イエス様を信じきることができるんです。イエス様の言葉が確かだということが理解できるんです。霊的に悟るんですね。霊的に悟るんです。最初から信じきれないかもしれません。油注ぎを受けてだん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 真理が学んでくると、だんだん成長すると、霊的に成長し、だんだん分かってくるとですね、成長できるんですね。そういうわけで、ですね、はい、それではですね、はい、時間来ましたかね。じゃあですね、明かしタイム、何がいいかな、明かしタイム。皆さんの中でそのイエス様を信じてですね、その永遠に生きれるという確信、永遠に生きれるという喜び、そういうことを経験した人がいるんじゃないでしょうかね。本当に天国に行けて、天国に行けて永遠に生きれることは素晴らしいということをですね、感じた方もいるんじゃないでしょうかね。じゃあ、永遠の命、証、永遠の命を感じた証、永遠の命を受けた証、行きましょう。永遠の命証スタート。聖霊様が聖書の言葉を教えてくださいました。キューちゃんのおかげで人間関係で思い悩まなくなりました。いつか辞めました。職場で幸せそうと言われました。この放送で威厳が与えられました。アメン、アメン。イエス様のおかげで自分が伸びました。心が軽くなりました。今、以前負け組、今喜び組。痛みを感じなくなりました。命の尊さを学べました。以前心配、今恐れなし。人に優しくできるようになりました。すべてが救われました。チャーチチャンネルを見てると癒される。心が何だ
なんだか心の病がすべて治りました。以前自分が嫌だったけど、自分も神様も好きになりました。お酒がやめることができました。イエス様に出会えて本当に良かった。嬉しくて嬉しくて言葉にできない。喜べることが増えた。キューちゃんがイエス様の教えを伝道してくれたおかげで幸福になれました。イエス様のおかげで家族に会いました。わっはっはと笑えるようになりました。72番がマジで必要なくなった。本当によかった。イエス様のおかげで嫌がらせがなくなった。キューちゃんの子を見たくて一日もでも長く生きようと思いました。お金がなくても物の心配がなくなった。本当に良かった。友達が増えた。朝も放送してほしい。来年結婚します。教会であげたい。いつものキューちゃんで安心した。キューちゃんの結婚で結婚式を挙げたいです。もちろん信仰結婚です。信仰結婚ならいいですよ。借金に苦しんでましたが自己破産しました。インコも天国に行けますか？わかりません。キューちゃんのおかげで信仰は深まりました。イエス様のおかげです。以前神様嫌い。今は神様の愛でいっぱい。信仰結婚、信仰子育て、信仰学び。いいですね。性欲が全くなくなりました。キューちゃんのおかげで好きな人と結ばれました。恋愛したくなくなった。天国にね、動物が行くかどうかは分かりません。仏教よりキリスト教を信じることができました。自炊するようになりました。イエス様が本当にいるという方が自然に思えてきた。キューちゃんのおかげでリアルが充実しました。イエス様のおかげで傷ついた人を助けたいと思いました。イエス様を信じると親に伝える勇気を持ちました。アメン。この世の保険には意味がないことが分かりました。イエス様のおかげで生きてることが嬉しくなった。イエス様のおかげで友達の大切さを知りました。キリちゃんのおかげで洗脳から解けました。病気が治りました。
イエス様の愛があるので、もう少し頑張ろうと思います。この配信のおかげで家族全員がイエス様を信じるようになりました。イエス様のおかげでアニメとゲームやめれました。薬飲まなくなりました、ひまわりさん。イエス様のおかげで目が覚めました。食事の時イエス様に感謝するようになりました。この放送のおかげで毎日幸せです。イエス様のおかげで、二日酔いが治りました。遅刻しないで済みました。差別されて人生が嫌になりましたが、この配信で立ち直りました。イエス様のおかげで死が怖くなくなりました。この放送が楽しみになりました。イエス様のおかげで勇気が出てきた。心配しないぞ。携帯依存症が治りましたぞ。不妊症が治りました。イエス様のことを伝えたくなりました。キーちゃんの放送いつも見てます、ありがとう。嘘をつくのをやめることができました、ゆいがさん。この放送を見るために仕事の効率が良くなりました。友達に優しくできるようになりました。イエス様のおかげで結婚が決まりました。イエス様が偉大だと分かりました。ニコニコ動画がやめられました。体が熱くなります。イエス様のおかげで朝起きられるようになりました。深夜放送ですか。深夜放送。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。イエス様の御心が流れ込んできて体の中が温かくなりました。イエス様の愛に感謝すると体が温かくなります。キューちゃん見てると優しい気持ちになりました。この放送が大好きです。日曜の資格試験が受かりました。深夜の方が悩んでる人が多い。ああ、そうですか。イエス様のおかげで今を大切に生きるようになりました。1時間半放送してください。威厳が毎日出るようになりました。アメン、アメン。皆さん、威厳が出るということはね、油注ぎを受けてるということです。油注ぎを受けてるので威厳が出るようになってきたんだと思います。皆さんに、油注ぎが注がれていることを確信しています。油注ぎが与えられて、皆さんの信仰が皆さんを癒したのです。皆さんの信仰によってね、皆さんの信仰によってイエス様から油注ぎが来て、天国から油注ぎが来て、その油注ぎを受けてるんです。油注ぎを受けてるんです。そしてだから体が熱くなって、神の力を受けて、何かみなぎる気持ちになって、何かみなぎってきて、その神の力で解放され、神の力で癒され、神の力が注がれています。皆さんもっと求めましょう。
もっと求めましょう。もっと求めましょう。ね。マダムグマさん、イエス様と本気で結婚したいと思ってから心が軽くなりました。もっと求めるんです。油注ぎを求めるんです。ね。イエス様がおっしゃいました。私を信じる者は心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。生ける水の川が流れ出るようになる。イエス様を信じることによって、イエス様を信じることによって命の水が溢れてきます。命の水が溢れてきます。泉のように、オアシスのように、命の水が溢れてきて、それを飲むことができます。飲むことができます。もっともっと、もっともっと油注ぎが多くなります。もっと油注ぎが多くなります。もっと満たされます。もっと喜べます。もっと解放されます。もっと癒されます。アメン。もっとです。もっとです。もっとです。皆さんもっとです。もっと喜びましょう。もっと喜びましょう。もっと求めるんです。もっと求めるんです。いつも求めるんです。朝も求めます。昼も求めます。夕方も求めます。夜も求めます。寝る前も求めます。いつも祈って、いつも祈って感謝して、イエス様ください。もっとください。イエス様感謝します。もっとください。そのように皆さん自身、ね、もう油注ぎをすでに受けているかもしれません。しかし、これを継続しましょう。もっと求めましょう。もっと求めましょう。もっと求めるんです。ね、油注ぎを受ければ、もう受けすぎる。受けすぎてはいけないことはないんです。むしろ、もっと必要なんです。もっと必要なんです。油注ぎはもっと必要です。もう、みなぎるぐらい必要なんです。もっと必要なんです。求めてください。与えられます。与えられます。もっと必要なんです。アメン。私もですね、求めています。私も求めています。もう皆さんに与えてますけど。でも、もっと求めているんです。ね。もっと求めています。アメン。これからですね、リバイバルが近いので、今、終わりの時代ですから、油注ぎが注がれると書いてあるんですね。終わりの、後の雨という言葉があって、ラタレインという言葉があって、この、終わりの時代は、この油注ぎが強くなるという、そういう予言ですね。で、日本は今まで油注ぎ弱かったんですけど、今、日本でも油注ぎが強くなりつつあると思います。油注ぎがこれからもっともっと強くなります。もっともっと油注ぎが強くなるんです。だから皆さんが、今受けていて、今求めていて、もっと求めることによって、ね、リバイバルは促進され、もっと日本が早く、ね、このリバイバルになっていきます。ですから、皆さんも、油注ぎが必要ですが、日本も油注ぎが必要です。ですから、今聞いている方々一緒に求めるんです。一緒に求めるんです。神の力を求めるんです。神の祝福を求めるんです。ね。人間の力ではうまくいかないということがもう分かったでしょう。人間の力では何もできない。人間の力では一致も察知もいかない。燃え尽きてしまう。ね。行き詰まってしまう。人間の力だからです。人間の力だから行き詰まります。しかし神の力によって、神の力によって奇跡が起き、癒しが起きるんです。それが十字架の力です。十字架の力です。私たちは信仰で求めているんです。イエス様おっしゃいました。求めなさい。求め続けなさい。ね、探しなさい。叩きなさい。って言いました。叩きなさい。探しなさい。求めなさい。与えられる。ね、ドアが開く。見つけることができる。私たちは、そういう約束を受けているんです。
私たちは永久保証、永久保証生命保険に入っているので、イエス・キリストを信じることがその契約になることですが、その生命保険に入ってるから、生命保険に入ってるからね、求めれば受けるんです。求めれば受けるんです。ですからぜひ皆さん、私たちはもう契約をしているものです。イエス様と契約をしているので、求めれば求めるほど受けるんです。求めれば求めるほど受けるんですね。ぜひ皆さん、そのようなことの中で、これから私たちは出番ですよということです。皆さんはこれから出番なんです。皆さんはこれから出番なんですね。皆さんがこれから活躍するんです。神の力を持ってない人が活躍できません。神の力を持ってない人は活躍できないんです。もう弱くなダメなんです。もう人間の力はダメなんです。しかし皆さんは神の力を持っているんです。神の力を持っているんです。その神の力で皆さんはこれから活躍するんです。皆さんは出番なんです。出番なんです。皆さんは期待されてるんです。神様に期待されてるんです。神様が選んで、神様が召して、神様が任命して、神様が皆さんにね、私のために働きなさい、私のために働きなさいと神様が皆さんを任命しているんです。ですから皆さんが出番なんです。皆さんが出番なんです。皆さんは、神の力を帯びた神の子供たちなんです。神の子供たちなんです。皆さん、日本はこれから、神の子によって、回復します。神の子によって変えられます。神の子によって、様々な問題が解決していきます。皆さんが出番なんです。皆さんが出番なんです。ですから一緒に歩もうではないでしょうか。Boys Be Ambitious in Christ というね、札幌の、クラーク博士が言いましたけど、少年を大志を抱けということですが、でもその後に、キリストにあってという言葉がついてるんですね。キリストにあって少年を大志を抱け。皆さん、神の力を持ったクリスチャンは、大志、ね、大きな志、大志を抱くことができるんです。大きなビジョンを持ちましょう。ね、日本を変えるとか、世界を変えるとか、大きなビジョンじゃないですか。ね、大きなビジョンでしょ。皆さんはそういう大きなビジョンを、持つことができるんです。神の力を受けるなら、神の力を受けるなら、そういうビジョンを持つことができるんです。アメン。神様がしてくださるのです。私たちの力ではありません。イエス様の力であり、神の力がこれからの日本を変えるのです。ただ私たちは、その器です。道具です。私たちを通して、私たちを通して神様が働くんです。私たちは用いられるだけです。私たちの力ではない。私たちは、私たちの中に神様がいて、神様がいて神様の力で私たちが用いられるだけです。私も語ってます。これは私が語ってるんじゃなくて、神の力でやって語って、私の、私の口が用いられているんです。皆さんも神様によって用いられるんです。神様によって用いられるんです。神様の力で皆さんが用いられるんです。活躍するんです。神の力を持つ者は、ね、神の力を持つ者は、神の働きをします。神の働きこそ、神様が喜ばれること。人間の働きは神様は喜びません。神の力を神様が認め、神の力を神様が評価するんです。アメン。アメン。J さん、今の皆さんは先ほど流れていた BGM、鹿のようにの鹿なのです。谷川の流れを慕う鹿のように、
皆さんの魂もイエス様を慕っているのです。無料で永遠のイエス様保険に入って、日本を変えましょう。世界を変えましょう。イエス様の再臨の日は近いのです。もう時間はありません。イエス様に用いられるその日のための準備を始めましょう。聖戦士万歳。アメン。私たちは聖戦士ですね。神の勇士、神の兵士、聖戦士です。キリストの、私たちはキリストの兵士です。キリストの軍隊です。私たちはキリストの軍隊です。神の軍隊です。ネガティブなものではないです。ポジティブで勇気があって、ね、勇気がある、軍隊です。アメン。マダムさん。イエス様愛しています。アメン。アメン。イエス様愛してます。アメン。アメン。ドコモさんが言っておられます。まあ、十字軍っていうのはね、よくなかったかもしれません。私たちは霊的な十字軍ですね。霊的な十字軍。武器を持つような、十字軍ではなくて、霊的な部分を持つ、霊的な、十字軍ですね。皆さん、敵は悪魔です。敵は悪魔です。ね、私たちの敵は人間ではない。私たちの敵は悪魔です。悪魔に対して霊的な、戦いをしましょう。霊的な軍隊です。信仰の戦いです。ね。あ、もう時間来ちゃいましたね。招きをします。招きをします。永遠保証、生命保険に、入りたい方。神様に保証、永遠を保証される。将来を保証されて。もう人生を楽しく生きたい方。不安とか恐れではなくて。もう安心しきって保証されるような生き方をしたい人。イエス・キリストを信じて。契約をしたい人、アメンと言ってください。イエス・キリストを信じて、この、永遠保証、生命保険に入りたい方、アメンと言ってください。アメン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 。じゃあ皆さん、今日信じた方はね、イエス様信じますと言ってください。イエス様信じます。イエス様信じます。大きな声で。イエス様信じます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 。天の父様、感謝します。感謝します。多くの人があなたを信じて、あなたを信じて、あなたと契約をしました。あなたと契約をしました。その契約の保証である聖霊を注いでください。聖霊を注いでください。今聖霊を注いでください。今聖霊を注いでください。聖霊を注いでください。聖霊様を注いでください。イエス様、契約してください。彼らの罪を許してください。十字架によって彼らの罪を許してください。彼らの罪を許し、彼らを解放してください。救ってください。癒してください。イエス様、お願いします。あなたが共にいてください。彼らと共にいてください。永遠を保証してください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。アメン。アメン。ハレルヤ。アメン。明日の朝は、11時から、原さんの、聖書クラスがあります。おやすみなさい。シャロン。おやすみなさい。おやすみなさい。アメン。祈ってください。喜んでください。祈ってください。喜んでください。おやすみなさい。おやすみなさい。
おやすみなさい。シャロン、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 シャロン。シャロン、ありがとうございます。